これがね、こうなるんですよね。絞ってね。さて、そしたらこのライターも磨いていきましょう。これね、デューク製らしいです。デューク、デューク統合のデュークですね。基本はね、メッキというか、あの銀ピカだったんですけど、水垢みたいな、擦っても取れない汚れついてますんでね、これをサンドペーパーとリキッドサンドペーパーで磨いていきたいと思います。まあこのライターもね、売りに出しても、1000円しないぐらいの、値段でしか売れないらしいんですけどね。まあもう持っててもね、しょうがないんで。あっという間に綺麗になりましたね。おお、ね、ピカピカになると愛着湧いちゃうかな。どうなんでしょう。へえ、意外と簡単に落ちますね。うん。ああ、もう結構綺麗だね。いいじゃないですか。これやる前こんな感じですね。やった後こうですよ。もうちょっとこすっただけでこんなピカピカになりました。すげえな。ほらこっち映らないですよ、あんまり。こっちバリバリ映りますよ。面白いね。早送りもいらないぐらいの電光石火のメンテナンス。これメルカリでどうしようかな。999円ぐらいで売ろうかな。買ってくれる人いるかな。オイルライターってやっぱりね、こうやって磨くのもそうですけど、オイル入れたりね、オイルを入れたり、その、フリント、あの火打ち石、あの石入れたりね、そういうメンテがね、楽しいと思える、人に本当にいいアイテムですよね。まあそれは めんどくせえよっていう人はもう100円ライターと使っときゃいいって話で、僕はそういうメンテナンスはねしたい人なんですよね。バイクがあんまりそのいじれたりしないんですけど、こういうねことはやりたいですね。愛着が増しますし。ああ、綺麗綺麗。うん、もうこのぐらいでもいいんじゃないっていうレベルですよね。これがねこうなるんですよね。絞ってね。このライターどこで買ったんだっけな、覚えてないもんですね。やっぱ20年とかそれ以上経つと。うん、綺麗綺麗、バッチリだぜ。よし、 OK。 あとはねちょっと手洗ってきますね。よいしょ。入ったタオルの方がいいんだろうけどな。まあいいや。よし、今日もねクリームクレンザーで磨いていきましょうね。どうなりますやら。よいしょ。あ、もう分離してる。よいしょね。これはもうたっぷりプリでいいね。はい、キュッキュッキュー、キュッ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 と。
よし。こんなもんでいかがでしょうか。おう。まあ、細かい傷はね、まだあるものの、ほとんど買った時と同じぐらいの状態になりました。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。本当にね、苦労せずにここまでは行きました。細かい傷をね、取ろうと思うと、もっと新手のサンドペーパーからやらなきゃいけないんでしょうけど、まあ地金が出てきても嫌ですしね、これでも十分じゃないかなと思います。まあ液体サンドペーパー、クレンザーもね、もっと丁寧に長時間やればね、さらにね、光沢は増すと思うんですけども、まあね、安くお出ししますしね、自分でいじる楽しみっていうのもあった方がいいかななんて勝手に思ってますんでね、これで出品したいと思います。売れるといいな。はい、こんにちは、アブラミ長男です。そんなこんなで、実はね、最近メルカリを始めました。まあ今更って話もあるんですけど、まああの、身の回りのね、いらないものをちょっとこう処分していこうよということで、まあコロナで貧乏してますからね、まあちょっとでも足しになればなということで、まあメルカリ始めました。まあそんなこんなで、まああのデュークのね、ライターを、磨いて綺麗にして出品しましたところ、あれ定価がね、確かね4000円ぐらいのライターなんですよね。で、値段いくらぐらいにしていいか分かんないし、まあ、ちょっと安くお出ししてみようかなと思うことで1000円ぐらいで出してみたところ、一瞬で売れてしまいました。もうちょっと、値段つけてもよかったのかななんて思います。ちょっと失敗したかなと。というのも手数料が 10% 引かれて送料こっち持ちになってますんで、まあ、僕に入ってくるのは本当にもう、600円とかそれぐらいになりますんでね。まあ、600円、いいところなのか安すぎたのかちょっと分かりませんけども、まああの、大事に使ってもらえたら嬉しいかなということでね、今日発送していきます。まあ、そんなこんなで、これからもね、他のライターもどんどんね、出品していきたいと思います。